こんにちは、ヒロです。ロサンゼルス空港に今工事中なんでね、もう本当にどん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 変わるんですよ。で、今あの皆さん日本から来た方が一番降りる場所、トム・ブラッドリー、ここですね。着いてすぐ外に出た時にこんな感じです。こんな感じで、どんな感じで、まあ、一番前があのバスの、まあ、今来たのはエンプロイの人たち用のバスで、駐車場に行っちゃうんで、僕らが乗るとどこ全く予想のつかないとこ行っちゃうんです。まあ予想のつかないですか、駐車場なんですけどね、従業員用ので、その後ろから来たのが、フライアウェイかな。フライアウェイというのはユニオンステーションへダウンタウンで行くのに$9.80。ダウンタウン行く方はこれをお勧めします。でもこれ南と北があるから、ダウンタウンの方行くのとノースリッチの方に行くやつもあるんで、それだけお気をつけください。で、僕が今からのはこのコネクターっていうメトロっていう一番近いメトロの駅までのバスです。これ無料です。だから昼間に安全な時間帯にロサンゼルス空港に着いた場合はこれに乗ってメトロ行ってもいいです。Aviation station? Yes, one last stop. Thank you. ということで、アビエーションステーションに停まります。